ボンガとヘスティアキッチンへようこそ。今回紹介するお菓子はですね、ガトーショコラを作っていきたいと思います。まあ、ガトーショコラといえば濃厚なずっしりしたチョコレートケーキなんですけども、まあ、いろんなレシピももちろんなんですけども、まあ、焼き方一つでガラッと表情を変えてくれます。で、まあ、今回ガトーショコラを、紹介する理由なんですけども、まあ、一つは、まあ、涼しくなってきてちょっと濃厚なお菓子も食べたいなと思える季節になったことと、夏を終えてですね、ちょっと私やらかしまして、チョコレートの保存が悪くてですね、ファットブルームっていうんですけど、一回溶けて、脂肪分が固まってしまった状態ですね、になってしまったので、まあ、少しでもチョコレートを消化したい理由になります。で、まあ、これでも残った分のチョコレートはもう一度テンパリング取り直して板チョコにして他のお菓子に使っていきます。そういうわけで、今回作るガトーショコラ、まあ、コツはあのメレンゲを通常はがっつり立てて気泡を潰しながら混ぜていっていい具合にしていくんですけども、今回はしっとり、柔らかな感じの、ガトーショコラに仕上げたいので、柔らかいメレンゲを泡立ててですね、あまり膨らませずに、低温でじっくり焼き上げて、仕上げるガトーショコラを作っていきます。それでは早速カモンさん、まずは型の準備からですね。今回は18センチの丸型で焼いていきます。まあ、通常通り型紙を敷いてください。で、底紙だけできれば2枚入れてもらった方が後で剥がしやすくなります。で、まあ、鍋にですね、生クリームとバターを入れてもらってですね、一旦こちら沸かします。それでは完全にバターも溶けて沸騰したところに、このまま余熱でチョコレートを溶かしておきます。チョコレートを溶かしている間に、卵黄の方を準備していきます。で、最終的にこの卵黄を入れたボウルに生地が出来上がっていくので、大きめのボウルに入れるようにしてください。では卵黄の方ですね、こちらほぐして砂糖を加えてですね、少し白っぽくなるまですり混ぜます。ではチョコレートを入れた鍋ですね、こちら少し混ぜてあげると、混ぜすぎる完全に乳化させる必要はないので、チョコレートの溶け残りがないかだけ混ぜながらですね、チェックしてあげてください。ガトーショコラのベースができましたので、続いてメレンゲを泡立てていきます。では最初は少し洗剤の泡ぐらいですね、泡立つぐらいまで、卵白の格子を切ってあげます。ハンドミキサーにあの卵白のドゥルンとした部分が、感じなくなれば OK です。それでは今回使うメレンゲもですね、あまり泡立てすぎたくないので、砂糖は一度に加えて必要な硬さになるまでですね、泡立てていきます。中速ぐらいでじっくり泡立てていった方が作りやすいと思います。中速で泡立てていくとですね、結構キメが細かい状態でメレンゲ泡立ってくれますん で硬さ的には角が立たない、このトロンとした感じのメレンゲで大丈夫なんで、このぐらいになったら、先ほどのチョコレート生地に混ぜ合わせていきます。では初めに、泡立てたメレンゲのおよそ半分チョコレート生地の方に加えて、もうこちらは完全にメレンゲの姿がなくなるまでですね、混ぜてあげます。では最初のメレンゲが混ざった段階で薄力粉とココアを一緒にふるい入れてあげます。ではここからはゴムベラで
まあ、ココアバフってなりやすいんで、ちょっと慎重に混ぜていきます。でこの粉が混ざってくるとですね、一気に生地のボリュームがなくなっちゃうんですけど、これは絶対起こることなので気にせず混ぜていってください。でひとまず粉気がなくなったところにですね、残りのメレンゲをすべて加えます。最初のメレンゲは、チョコレート生地を緩ませるため、最後のこの半分のメレンゲは生地を浮かせるためと思ってください。ではこちらもメレンゲの姿が完全になくなるまでですね、ずっと底から持ち上げるように混ぜ続けます。でここでメレンゲの筋が、しっかり残っちゃった状態で焼いてしまうと大きな穴が開いて、焼き上がった後にですね、しぼんでしまう原因にもなりますんで、必ずメレンゲの白い部分がなくなるまでですね、混ぜてあげてください。では生地を型へ、少し高めの位置から落としてあげます。ガトーショコラの生地って生地の中の油分がかなり多い生地なので、メレンゲの気泡を潰しやすいんですね。で潰した細かい気泡同士がくっついた状態で潰れると大きな気泡になっちゃいますんで、それを、抜いてあげたいので、型ごとですねと振動を与えてあげて、大きな気泡がないようにしてあげます。30回ぐらい、トントンしてあげるとですね、結構表面にプチプチプチって気泡が出てきますんで、はい、そしたらこれでですね、160度に予熱したオーブンで40分、焼いていきます。それでは焼き上がりました。もし焼き上がりが心配であれば、竹串刺してみて、何もついてこなければ焼けてますん で焼き上がったらすぐにですね、2回か3回、台に型ごと落としてですね、中の熱い水蒸気を抜いておきます。まあ、温かいうちに抜いてしまうと柔らかい生地なので崩れてしまいますんで、このまま完全に冷まします。では完全にガトーショコラの方冷めましたんで、型から抜いて、先に底紙を外して、どうでしょう、意外と変に真ん中だけ落ちたりとかせずに均等に平らにですね仕上がってます。
Nothing left.